生理で悩む人たちへアスリート100人の声を世の中へ届けたいピリオド・オブ・ワンハレットアスリートプロジェクト内山さんプレゼンテーションお願いしますはい、えー、皆さんこんばんはアスリートと生理100人プロジェクトを行っております、えー、株式会社レボルトの内山と申しますよろしくお願いいたしますはいまずはじめにメンバーを少しだけ紹介させてください、えー、上にいるのが共同代表の下山田 で今はあの現役で女子サッカー選手をしていて、今日も本当は登壇に来るはずだったんですけれども、ちょっと練習塔をかぶってしまったので、代わりに同じく共同代表の内山がえお話しさせていただきます。そして、ですねあの前期の時は2人だけでやってたんですけれども、え仲間が増えまして、えー、上野木村ルルカさんと狩、えー、山穂さんという2人の仲間が増えて、今はこの4人体制でこのプロジェクトを進めています。はい それでですね、この4人でなぜこのプロジェクトをやっているのというところなんですけれども、まずはこの毎月訪れる生理っていうところに対して向き合って、生理イコール辛くても我慢するものなのか、生理イコール他人には話しちゃいけない恥ずかしいものなのっていうところに対して、すごく疑問を抱いたっていうところが、このプロジェクトを始めた動機、目的みたいなところになってきますね。はい。 目的に関してなんですけれども、このプロジェクトは、えー、生理と向き合い、挑戦し続けるアスリート100人の、えー、リアルな声を、えー、プラットフォームを通して届けていきたいというようなプロジェクトになっています。それで、仮、え、説、ー、の部分に関しては2つありまして、アスリートの声が生理で悩む人々の解決策になるんじゃないかなというふうに思っているというのが1つ目、そして2つ目が、えー、スポーツ界からの発信で。 整理というものに対する、えー、固定概念を変えることが可能なんじゃないかなというふうに思っています。はい、こちらがあの実際に私たち、12月、去年の12月ですね、入居させていただいたんですけれども、そこからの3ヶ月間でやってきたことです。まあ、大きく分けて3つあって、まあ、まずはインタビューの実施、このようなズームのような形でコロナ禍だったので実施していきました、そして記事を作成してで、最後に仲間集めというところで、ここで見つかったのが先ほど紹介した2人になります。 はい、その後後期というような形であの3月からの3ヶ月間こんなことをしてきました。実際にこの記事,あ記事を作成したところを4月に先月の4月に正式リリースをしましてアスリート1100人プロジェクトというノートページにて今リリースしています。でそ それと同時に、ま、記事作成の方も実際に今も進めているというところと、あとは3つ目として、えー、新規でのアスリート開拓ですね。えー、私も下山田もともとアスリートあ、下山田は今もアスリートなんですけれども、なので、まあ、アスリート友達っていうところある程度いるんですけれども、今は新規で改めて広げるというところの作業をしていまして、パラアスリートの選手なんかにも話を聞いているというところになります。もしよかったら、このノートもぜひ見てみてください。 で実際に今公開されている記事がこちらの6つになります。少しだけ内容もご紹介させていただきたいと思います。でその前に、ちょっとこのノートのエンゲージメントなんですけれども、実際4月に公開して約2ヶ月間の間で1 6831ビューという形で、たくさんの方に見ていただけているということがすごく嬉しい限りです。はい、で実際少しだけこの内容を あのご紹介させていただきたいんですけれども、まずはこちら、ですね、えー、陸上の短距離選手の中村瑞希選手という方にお話を聞きました。でこの選手はもともと PMS と言われるイライラであったりというところをあの生理によって感じることがあったんだという話から、それによる対策として、えー、自分ではピルという選択肢を見つけましたという話をしていただきました。このようにに実体験に基づく解決策であったりとか あとはこの方はですね、もともとサッカー選手、女子サッカー選手だったんですけれども、その後引退してから、琉球大柏高校の女子サッカー部の監督をされているんですけれども、その選手時代の経験も踏まえて、えー、生理に限らずですが、選手の話をしっかり聞くようにしているというところを、ものすごく熱く語っていただきました。このように環境を整えるみたいなこともすごく大事だなというのを私たちも聞きながら学びになりました。そしてですね こちら3つ目にご紹介したいのが元日本代表の体操選手の飯塚さんという方なんですけれども現役中に接触障害というところを患ってしまったんですけどもなかなかそれに気づけなかったそれによって生理が来なかったっていう経験が。 今でこそこういうふうに語れるということでお話ししていただきました。すごく辛い経験だったと思うんですけれども、このようにまあ体重をコントロールしなきゃいけない競技っていうのもスポーツの中にはあるので、そういったところに対しての問題提起になるなというふうな形になっています。そしてこちら、最後になるんですけれども、えー、ラグビー選手、男女のラグビー選手による対談をしていただきました。本当にこう女子ラグビー選手の方では 生理、えー、に対するセミナーというものが、えー、定期的に行われているんですけれどもいや、一方で、やはり男子選手の方ではそういったものはあまりないんだという話をされていて、まあ、女子の選手から学べることもあるよねということで、えー、ジェンダー含め、環境含め、そういうところを超えた学びというものがあるんだなというふうな形の記事になっております。はい でこのような形で今あすあの、100人プロジェクトの方は記事でリリースしているんですけれども、それとまた違った角度で整理というところに向き合うということも会社としてはしていまして、実はこのアスリート初の吸収型ボクサーパンツオプトというものを、えー、こちらも先月の4月5日から5月17日までクラウドファンディングを実施させていただきました。 こちらは本当に皆様の,あのご支援のおかげで617%を達成することができて支援者総数も798人達することができました。でこちらでいっ販売の方はこの期間では終了になるんですけれども今後この結果を受けてオンリリースという形で販売できるように準備を進めていきたいと思っています。 このような形で私たちは会社として、この OPT というところと、アスリートと整理100人プロジェクトという二軸で進めている最中でございます。でアスリートと理100人プロジェクトの方もえ、まだまだ100人に達するところではないんですけれども、このままの勢いで100人の声を集めて、ぜひともこう整理で悩んでいる方たちに、新たな選択肢というかえ、気づきを得られるような記事をどんどん公開できるようにしていきたいと思っています。はい、少し長くなってしまいましたが、私の、えー、説明はこれで以上になります。ありがとうございました。